今日は中日ドラゴンズ春のキャンプで見てほしい3選でーす。まず一人目見てほしい選手はアキーノ選手です。アキーノ選手で注目をしてほしいところはやはりバッティングですね。アキーノ選手はメジャー通算41本のホームランを打っている選手です。だからアキーノ選手のバッティングを春のキャンプで注目してほしいですね。春のキャンプでアキーノ選手がフリーバッティングで何本柵越えするかを今からとても楽しみです。中日ドラゴンズは長打が売りの選手が少ないから、長打が売りのアキーノ選手のバッティングにどうしても期待をしてしまいます。2023年シーズンは143試合にフル出場をして、年間ホームラン数は最低でも20本以上を打ってほしいです。打率に関してはあまり期待はできないかもしれません。アキーノ選手に関していろいろ調べてみると、外角のスライダーに対応するのが苦手みたいなんですよね。だから打率を残すのは厳しいかもしれません。でもね、せめて打率2割5分0厘あたりの成績を残してくれないとスタメンとして起用するのは難しくなってくるかもしれません。打点に関しては稼ぐチャンスはあると思いますね。中日ドラゴンズの2023年の 1、2番は多分よほどのことがない限り1番岡林選手、2番大島選手になると思います。2人とも打率が残せて足が速い選手です。 1、2番が出塁するのに期待ができるので、アキーノ選手には打点を年間80以上を残してほしいです。岡林選手と大島選手が打率を残せればこれは可能だと思いますね。また右バッターで長打が武器だった中村典弘選手、カブレラ選手は追い込まれたらライト方向に流し打ちをしてヒットにしていました。そして2人とも高打率をキープしていました。アキーノ選手も追い込まれたらライト方向に流し打つ技術を身につければ打率は残せるようになるのかなって思っています。でもね、これは簡単に身につく技術じゃないと思いますね。口で言うのは簡単です。またアキーノ選手は肩がとても強い選手です。守るポジションはライトになると思います。肩は強いけれども少し守備が苦手みたいです。バンテリンドームは外野が広いから肩が強いのはとても心強いんですが、外野の守備が下手だと余計に失点が増えそうで不安になりますね。春のキャンプでアキーノ選手が打率を残せるバッティングの練習と外野守備の練習をメインに頑張ってほしいですね。またアキーノ選手のライバルになる選手は鵜飼康介選手になると思います。鵜飼選手もアキーノ選手と同じ右バッターで外野を守ります。鵜飼選手はレフトとライトを守ります。アキーノ選手の調子が悪い、もしくはなかなかバッティングでいい成績が残せなかったら鵜飼選手の出番は多くなるかもしれませんね。鵜飼選手も長打が売りの選手です。2人目春のキャンプで見てほしい選手は中地玲也選手です。中地選手は2022年ドラフト1位で指名された選手です。ポジションは投手です。中地選手はこれからまだまだ能力は伸びる選手と思いますね。やはりね、ドラフト1位で指名された選手はどうしても注目をしてしまいます。中地選手にはぜひ先発ローテーションに入って長いイニングを投げられる投手に成長をしてほしいです。中地選手を一度東京ドームで開催した大学野球選手権で投球を見たことがあります。コントロールが良くてストレートは140キロ後半をマークしていました。イニング終盤になってもストレートの球速は140キロ後半をマークしていました。イニング終盤になってもストレートの球速が落ちないのは先発完投型の選手になれると思うんですよね。紅白戦もしくはオープン戦での中地選手のストレートに注目をしてほしいです。相手バッターにどれだけバッティングを詰まらすことができるか確認をしたいですね。中地選手はオープン戦で結果を残すことができれば開幕ローテーションに入る可能性はあります。今中日ドラゴンズの先発ローテーションに入るはなかなか難しいんですよね。先発6人のうち5人はほぼ確定です。小笠原選手、大野選手、柳選手、高橋宏斗選手、涌井選手です。涌井選手の加入でドラゴンズの先発ローテーションはとても充実するようになりましたね。残り1つの椅子を中地選手が獲得できるか楽しみですね。中地選手のライバルになる選手は松葉選手、上田選手、勝野選手、福谷選手、鈴木宏選手、この辺りになると思いますね。中地選手には新人王を獲得するぐらいの活躍を見たいです。
3人目、春のキャンプで見てほしい選手は根尾昂選手です。根尾選手は去年のシーズン途中から投手に転向しました。そして投手になってから初の春のキャンプに挑戦です。根尾選手は今季で5年目の選手になります。そろそろ野球選手として結果が欲しい時期ですね。野手としては結果を残すことはできませんでしたが、投手としてぜひ結果を残してほしいですね。登板機会は先発もしくは中継ぎのどっちかになると思います。まだ先発中継ぎどっちで投げるかは分かりませんが、私の希望としてはやはり先発で根尾選手は投げてほしいと思います。先発で投げる根尾選手の姿が見たいです。また先発として投げることができなくても、根尾選手は2022年シーズンは中継ぎとして登板をしてある程度実績を積みました。だからもしも先発がダメでも中継ぎで今年も投げることはあるかもしれません。でもね、中日ドラゴンズの中継ぎ陣も今とても充実をしています。清水達也選手、ジャリエル選手、藤島選手、右の中継ぎで実績のある選手は3人います。この3人に勝つには根尾選手の武器であるストレートをさらに磨いて変化球の精度も上げていってほしいですね。根尾選手は変化球ではスライダーを一番投げています。でもね、中継ぎは連投が多いポジションです。だから怪我が非常に多いポジションなんですよね。だからもしかしたら中継ぎ陣に怪我人が出たら、さらに根尾選手が登板する機会が増えると思いますね。根尾選手は今年大活躍をして一軍で自分の居場所を作ってほしいです。根尾選手はとにかくストレートが速いです。ほんの少しコントロールに乱れはありますが、ほんの少しコントロールが身につければストレートで三振凡打の山を築くことができると思います。根尾選手は先発だったら5勝以上、中継ぎだったら50試合以上に登板をしてほしいです。根尾選手の同期の大阪桐蔭高校出身の選手はなかなかプロで結果を残すことができていません。根尾選手がまずちゃんとした成績を残すのを期待をしたいです。投手として初めてのキャンプでどんな結果を残すのか注目です。今日のまとめです。春のキャンプで注目をしてほしい選手はアキーノ選手、中地レイヤ選手、根尾昂選手です。特に注目をしてほしい選手はアキーノ選手です。アキーノ選手が4番を任せられる成績を春のキャンプで残せるか注目です。